はい、今日の実験はアルミホイルを蒸発させていきたいと思います。こちらに細く切ったアルミホイルがあります。これに電気を流してみたいと思います。電気はこちら、たくさんありますね。コンデンサーです。1個に300ボルトも電気が溜まっています。全部で10個あるので3000ボルト、これをあのアルミホイルに一気に流して蒸発させてみたいと思います。ではやってみましょう。3、2、1。びっくりしますね。お家でもできますからやってみてください。ではこれをハイスピードの映像でご覧ください。一気に電気が流れることによってアルミホイルが高温になります。それで蒸発してなくなってしまったんですね。びっくりしますね。お家でもできますからやってみてください。